僕からじゃあ、自己 PR といいますか、はいすね、簡単に、はい、自己紹介をお願いいたします。もう一度お願いします。はい、じゃあこちらからお願いします。陣内と申します。はい、陣内と申します。陣内。はい。よろしくお願いします。陣内、あ、陣内、あ、本名で。そうです。ああ、そうですか。別に陣内さんのそっくりさんのことじゃないですか。じゃないですね。にしたら似てないなと思ったんで。あ、そうですね。そっか。陣内さん、普通に野球経験者で。あ、そんなうまくないですけど、はい。いや、ありがとうございます。陣内さん。そして、タイガーマスクと申します。タイガーマスク、はい、プロレスはやったことないですが、野球は経験者でございます。ずっと毎回そうなんですか。なんか新宿で新聞配ったりとか。新宿で新聞配ってないですか。配ってない。かぶると力出るんですよ。あ、そうですか。かぶると力出る。あ、そうなんですよ。そして気になるのが、すみません、はい、この美しい方は花さん、以前、はい、あのラジオで一度ご一緒した、はい、ナノライトというバンドの、え、ナノライト、はい、え、めっちゃ売れてるそうですバンドのアニソンのね、はい、一回ラジオでね、そうです、そうです、ナクファイブでで、はい、ごめんなさい、ちょっと楽しかったです。すいません、ちょっと有名人じゃないですか。すいません、なんで野球やってたの。野球、リトルリーグと、あとソフトボールを。ちょっと、だからそれこそ今日いないけど、フルチンうちの店長とか大好きですよ、バンド。あ、本当ですか。ね、そうだよね。ありがとうございます。大丈夫なんですか、こんなとこ来てて。全然大丈夫です。ありがとうございます、聞いていただいて。いや、じゃあちょっとこれ本当にもう戦力としてどうですか。いや、ヘッドコーチ本当にすごい、ね、もうあの何ですか、外野もそうですし内野もそうですし、はい、あの早いですね、こう反応が、うん、反射神経もすごいですし、すごい、最初いや、いろんな意味ですごい戦力になりますよこれ。ちょっとそうですね、すごいですね。やばいですね、初の頑張ります。あれじゃないですか、びしょびしょですけど、どん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 減ってきてるんでどん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 。いや、でもこれ再生回数とかを求めずやってるんですよ。だけどもちょっとこれすごいことになってきました。宣伝します。本物の方がありがとうございますよろしくお願いします。すいません、お世話になりま す, お願いします。ちょっとまたちょっと後ほどちゃんとお話を、はい、そして、え、あれ宮本です、よろしくお願いします。宮本です宮本君は一応、まあ、岩田さんのトレーナーで、岩田さんのトレーナーで一応、ああ、専属トレーナーで、岡さんのトレーナーとして今日は、あ、でも野球や経験、野球はそうですね、一応高校まで。あ、そうですか、いいじゃないですか、これキャラクター的にもね、いい感じですね一応長崎出身。長崎、あ、じゃあ一応というと、まあ、一応と僕と一緒な感じで、じゃあ一瞬住んでたみたいな一応長崎出身。あ、ちゃんと長崎のどこですか。佐世保。あ、佐世保。あ、そうですか。壁屋沢。はい、壁屋沢です。いや、ちょっと本名だね本名です。壁屋様、壁屋沢です。壁屋沢です。はい、壁屋沢さんという方が来てくれました。よろしくお願いします。何かお仕事は。会社員です。会社員、はい、すみません、来てくれ。あ、とんでもないです。どうですか、やっぱこの世もやっぱ野球の。いや、もう一番硬いですね、このチーム。いや、確かに。はい、もう外野からホームまでまっすぐ飛んでます。はぁ、強肩の持ち主。なんか打ちそうだしで、またね。はい、今西武の4番のあの山川のそっくりさんいけんじゃないですか、ね、ちょっと努力します。さあ、そしてここでお二人女性も、どうもよろしくお願いします。キャンベルです、はい、キャンベル、キャンベル、はい、キャンベルです。キャンベルジュヌ。キャンベルさんは、はい、お仕事は。お仕事、普通に仕事はやってます、はい、ありがとうございます、こちら。キャンベルさん、あれですか、その野球経験は。ほとんどないです。ああ、ありがとうございます。いや、と言いますか、うん、未経験と思えないです。ちゃんと飛べてますね。で、しっかり打ててました。一番飛ばしましたよね、今日ね。一緒のチームの方、野球好きでやってたの、はい、野球は、うん、やりたいなみたいな感じは思ってたけど、うん、そういう機会がなかったので。あ、そうですか。今回ありがとうございます、参加していただいて。よろしくお願いします。お願いします。あ、そして、はじめまして、目玉のフレンズの日焼子担当、サイプヨと申します。いいですね、すごい。あれでしょ、芸能の子ですよね。まあ、そうですね、主に今はライバーとして。あ、ライバーの方ですね。はい、ライバーですよ。ちょっとあんまりちょっと離れてもらっていいですか、はい、素直近いんです。すいません。サイポよ、サイポ。野球は、うん、あの3月からこの草野球チームに、うん、これに入って。あ、そこに今入ってるんですか、はい、
やってるんですけど、中学校の時にソフトボールはやってて、うん、ずっと草野球やりたかったので。あ、ありがとうございます、はい、出身が福岡県で、うん、福岡はどこですか。福岡の、あの福岡市生まれで、春日市っていうところ。あ、春日、はい、いいですね、いいとこ。じゃあもう近いですね、もう九州で。はい、近いです。ありがとうございます。自分もいい戦力で。すごいお上手です。女性がこういるとテンション上がりますね、我々ね。なんかそうですね、自信だけでね、やっぱやってないと違いますね。なんか、うん、女性っていうことをすみません、失礼ながら忘れてしまう。あ、そのぐらい、はい、そうですか。はい、女性ということを忘れてしまうぐらいお上手ですね。そう、そして、はい、ジャイアンツのエースが来てくれました。菅野です。菅野さん、なんか僕よくナイツの、あ、もう花尾さん、あ、ね、ナイツの花尾チャンネルでよく見ますけど、家すぐ近いんで。あ、家近いんで、ね、はい、お世話になっておりますね。劇団スティックの、はい、そうですね、あのスティックで、あの、ね、花尾さんの歌をやらせていただいた感じで劇団スティックで。でもなんか立ち方と似てるよね、やっぱそれも研究して。はい、いいですね。研究してます。じゃ最近、じゃピッチングフォームやってもらっていいですか、はい、菅野のピッチングフォーム、最近の、はい、あ、今年の、今年、ね、今年バージョン、はい、2022年、はい。おいおい、ほらもう田中ちゃんがほら汚れちゃったじゃん。おい、すいません、ちょっとすいません、ちょっと何やってんだよ、ちょっと気づかなかったでした。もうしょうがないね、これね。すいません、どれかけててで、ちょっとすぐ切れるかな、こいつ。なんだこいつ、短期なんだよな。ねえ、短期、ちょっとやめて、やめろやめろやめろ、止めて、止めて、すいません、みんな止めろよ、ほら。女の子つけちゃったこと思っちゃってる。じゃあ分かった。でもそれだってしょうもないですよね。やっぱキャラクター的に2人もそういうポジションいらないからな。はい、じゃあ相撲で。え？ちょっと待ってくれよ。なんでだよ。さあ、そして、はい、はじめまして、あの小杉葵と申します。茨城から来まして、あの、え、茨城から。はい、今日、今日はあのゆえさんにご紹介いただいて今日来させてもらったんですけど、なんと茨城から来ました。茨城どこですか。なんと砦というところです。あ、砦、はい、我孫子近いですね。あ、近いです、近いです。あ、そうですか。野球経験で、こうやって。そうですね、高校までやってて、一応高校の時に一応甲子園。どこですか、龍ヶ崎。あの土浦、あ、まあ、網ですね、網町っていうところの、あの霞ヶ浦高校、うん、霞ヶ浦高校だ、すごい。そういうところで甲子園経験者だ。どうですか、ヘッドコーチ見てる。今日はですね、あのファーストもあってもらったんですけど、うんうんうん、すごいですね、あの、うん、ぬかるんでるんですけど、うんうん、もうこうっていう右に左に全部取ってくれました。肩もすごい最高ですね。いいです。ピッチャーもいけますし、いいチームになってきましたね、本当に。本当すごいです今日、うん、そしてね、はい、前回お世話になりました、はい、福島さんも今日はやってくれて、やっぱりあの噂通りの、もうこの間のフィーリング以上でしたね。そうですか。はい、本当そうです。いやー、いいですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、そして、あれ、誰。あ、アイロン鈴木と申します。よろしくお願いします。あの、初回から登場してるんですけどお忘れですか。アイロン鈴木くんですね。はい、M1 の去年は何回戦まで、はい、去年は、1回戦敗退です。芸歴は、11年目です。別しまえよ。なんでそんなこと言うんですか。違うんですよ。でも M1 って再エントリーっていうのができて、はい、なるほど、1回落ちてももう1回チャレンジできるんですよ。マジで。はい、先生は何回戦まで行ったんですか。あ、1回戦で落ちました。やめちまえ。全然受けないじゃん。受けないよ全然。それ振ってくださいって毎回言うけど。ね、そして、え、今日はそれ誰の。あ、これは星野監督の。星野監督、はいはい、ああ、いいですね。星野監督もでき、はい、できたっけ。いやー、この甲子園球場で優勝したかったぞ、うん、あ、いいね、君たちはよう頑張った、うん、
あ、星野です。ありがとうございます。うまい。あれ、なんか髪がどうしたんですか。それ髪がなんかすごい。いやいや、髪は植毛しました。はい、植毛です。あの、剥げてきたんで後ろの髪をここにつけました。はい、それも何度も言ってるけど、なんか最初濡れたらこんな感じあるんだね。はい、一回いいですか、見せて。はい、これ、あの、皆さん気になってると思うんです。痛い、抜くな抜くな。1本1200円。あ、そして、起きました。ちょっ、おう、千葉ロッテマリーンズ、里崎智也です。里崎さんは前回不合格じゃなかったでしょうか。あ、不合格ですか。何だったでしょう、前回。保留で。保留です。保留で。どうですか、ヘッドコーチ。クビにしますか、そろそろ。意外とうまいんですよ。やっぱ意外とうまい。全然ダメかと思った。あの、谷繁さんのビデオを見て勉強してきました。はい。じゃあちょっと、はい、ここはじゃあ保留でまた行きましょう。まだ保留ですか。まだ保留。まだ保留。あとお一人、はい、誰ですか。あたこ、西山です。はい、西山です。西山くんは大丈夫。お母さんはお母さん今日は一緒に大丈夫。あ、大丈夫です。一応今何歳なの。僕は今22です。 22? 一回ちょっとマスクを。あら、西山くん、野球経験は一応小中ってありますけど。お仕事ないですか。お仕事、あの、社長でー。あー、そっかそっかそっか。あ、社員のね。あ、前回いたね、西山くん。あの、稽古場で。あー、そっか、稽古来てくれた。そうだそうだそうだ、かわいいかわいい、西山くん。社長命令で今日は。命令じゃないか。はい、西山くん、ありがとうございます。冗談です。で、ちょっと時間もあれなので、最後にじゃあ相撲をして。今日は本当に、はい、じゃあ相撲が一番泥が、あの、ないこの辺で。一番あるでしょ。もうちょっとこっちとか。そっち、はい、じゃないですよ。相撲おかしいでしょ。いや、だからしょうがないよ、これは。二人でね、今後戦っていけないよね。レギュラー争い。ここですか。できる、菅野君。はい、大丈夫です。同じピッチャーなんで。今日はちょっといいですか。ちょっと、あの、行事やってもらってもいいですか。え、行事。平沢さん、はい、バーサス菅野、菅野です。菅野さん、はい、はっきよーい、いけ、残った、頑張れ、負けるな、さあ、いけ、負けるな、頑張れ、頑張れ、おお、どうだ、どうだ、おお、どうだ、どうだ、おお、頑張れ、頑張れ、さあ、おお、うわー、うわすごいな、これは。いい勝負だったな。こんな相撲できたじゃん。なんでここでもこんなことされるんだよ。おかしいだろ、おい。おい、何なんだよ、おい。こんな泥だらけにして。ありがとうございました。はい、本当に皆さんありがとうございました。今日はちょっと今日本当にあの遅くなってしまったので、雨もありましたんで、次回からちゃんと真剣な形で、本当にこのいい戦力、いいメンバーが揃ってましたんで、これはちょっと目指せるんじゃないかなって感じしますんで、本当にあの優勝を目指して、ね、なんとかリーグ優勝を目指して、なんとかリーグ頑張っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。すみません。じゃあ、です。ありがとうございました。最後ボスに、はい、終わります。ありがとうございました。さあ、ということで、練習が終わりました。ちょっと今日雨の中の練習だったんで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。練習終わり、ミーティングを兼ねまして、食事会という感じでね、してますけれども、あの、まあ、忙しいメンバーは、参加できなかったんですけれどもね。いや、でも いい練習できましたか、今日は。はい、おかげさまでですね、すごいメンバーが揃って、雨でしたけども、みんな一生懸命あのレベルアップできたと思います。いや、僕もね、ちょっとね、今日早めに参加したかったんですけど、山口県の帰りでね、すごいちょっとね、飛行機の混んでまして、いやいや、ちょっと遅れてしまって、本当に申し訳なかったですけども。いや、本当監督としてこれはね、本当に申し訳ない、ビッグスモールボスとして本当にこれは申し訳なかったなっていう感じでね。せっかくジャイアンツがね、菅野さんも来てもらってるのに、プライベートそういうメガネ、え、何ですか。どうも、菅野智之です。どこからよ。ちょっとおじさんじゃないですか。全然違う。怒られるよ。そんなメガネかけてないけど。菅野さん。ねえ。
ますけども、今ちょっと軽くミーティングしてまして、はい、一つこれね、ちょっとね、募集がありまして、スコアラ系マネージャーが欲しいですね。スコアラーマネージャーが欲しいですね。やっぱ結構いいメンバーが揃ってきたので、これ例えば試合とかになった時にね、やっぱり打率とかですよ、資料が必要になってくるわけですね。結構これ本当に、リアルなガチ草野球リーグでの戦いでチームしていこうってことになりましたので、ぜひともその、スコアラー兼マネージャーを募集しておりますんで、はい、はい、ぜひとも募集してます。お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。ということで今日は本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大事なことを忘れてました。やはり経費が必要だってことが分かりまして、あ、まあ今のところヘッドコーチと僕とでこう折半してやってましたけども、なかなかこれ結構大変ですね、やっぱね。例えばそのナイターの照明っていうのも結構これ大変だし、メンバー的にやっぱナイターの練習が増えてきたりするっていう、あとはユニフォームだとかもそうですし、まあもろもろね、スポンサーを募集しております。もうユニフォームにこう名前をしっかり載せますんで、もう YouTube でこう映りますからね、はい、そこはぜひともという感じで。おいくらぐらい？はい、まあ大体どうですか、100万とかのところ、相場とか、ところのところ30万おお。なんか、だけじゃなくて、高いのか安いのかが分かんないですよね。僕ら分かんないですよ。これが普通だから半年30万とからしいんですけど、もううちはもう年間でいきますんで、あ、そして30万の場所、うん、20万の場所、はい、10万の場所、はい、もうこういろんなランクを上げてやっていきますので、はいはい、ぜひとも。それでヘルメットの一番いい場所、あ、ダーンって ここで一番いい場所、はい、ここには年間100万円もしいただければ、ここにちゃんと名前パスなの。チーム名変わってきませんか。いいんですよ、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 いいんですよ。だから攻撃の時はここに名前がバチバチになるんですね。一番目立つでしょ、攻撃の時のここにバチン名前が出る。これはあの年間でたったの100万でございますから、それでやっていこうかなというね、だからそれで別にそのお金を儲けようとそうじゃないですよ、うん、それでみんなで、新しいバット買ったりとか、うん、あとはその球場を抑えたりとか、うん、っていうふうに使っていくということでございます。その全部全てそれもあのちゃんと透明化して、お伝えしますので、はい、という感じでございます。はい、はい、いいですか、はい、それでね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、先端が絡んでしまうので、すいません、よろしくお願いします。はい、